どうも、今日も一緒に旅に出ようぜ。褐色の船長、スターギフ屋のロバート・ロイスです。そしてどうも、白玉デイビッド・ビー、お願いします。ダッビー、おわ、続いてたんだね。そこまでだからね。続いてたんだね。続いてたよ。まあ、私たちいろいろ好きなものがある。うんね、今日ちょっとディズニーについて、ね、ディズニーについて、うん、はいはいはい。前この配信で好きな作品なんですよね。あ、僕ライオンキングって言ってましたね、その時。多分はい、うん、で俺も好きなのよ、うん、ライオンキング。はいはいはい。で、なんならもう初期の、うん、初期のあの今の実写じゃない、あ、あのアニメ版のね、アニメ版のライオンキングの現役の頃が、現役はもうその、言ったらその公開当時というか、そう90何年ですよね。90何年だ、うん、その時俺高校2年生で、友達とサッカー部の親友がいるんだけど、うん、そのサッカー部の親友といつも自転車で帰ってたの、うんうんうん、その時に白生タタを一緒に歌いながら帰ったの。おー、いいじゃないですか。うん、で、白生タタもよく聞くでしょ。聞きますよ。白生タタ選手権、白生タタ、うん、ね、一番いいとこって言ったらやっぱあそこだよね。わかりますよ。せーの、ハクナマタタ。そこえ、ここハクナマタタじゃない、ハクナマタタ、ハクナマタタ、あの、絵的にはそこです。あ、映像的にはこうね。そうね、シンバとフンバーのね、こう顔が逆なんですよね、こう。あ、そうね、うん、わかりますよ。ゲームですね。僕あの曲でのとこを買った。あ、曲はどこ？悩まずにのところです。あはは、そこが好きなんですよ。そこいいよね。いいです、いいです。それはあのシンバのソロの、シンバの方、うん、ソロのね。そう、ちょっとこう最初のティモンが歌ってる時とはちょっと変えてくるじゃないですか、曲調。はい。そう、あそこはね、いいんですよ。いいよね、うん、悩まずにでしょ。そう生きることさ、うん、俺たちの、うん、合言葉、白生タタ、白生タタ。いつもこっち側だったの。いや、プンバー、プンバーが、うん、プンバーね。うんうん、いや、いいですね。でもさ、うん、もう一個のさ、うん、悩まずにのパートあるよね。どっちがそこの前かを知きそうぜ。イエー。子供の時の悩まずに、うん、悩まずに、ね、なるほどね、うん。これは悩まずに終わりのね、うん、とこですね。だからその、うん、今日は俺が言い出したから、うん、じゃあ終わりの方選手権でもいいですか。いいですよ、はい、どっちが本当に悩まずにいってるかっていう、うん、どっちが白生タタかっていう、どっちが白生タタか、どっちがその、うん、過去と忘れ去るものなりなのかって、はい、私はそう、うん、そう、どっちが虫食えるかっていう。違う、それは僕負けていいですね。っていうね、ハクナマタタ、ハクナマタタって言ってる、好きな時に入る、うんうん、ああ、いいですよ、はい、じゃあ先行後攻決めよう、はい、決めましょう、はい、じゃあ行く、じゃあ行く、僕の負けですね。僕今包まれた。そういうことで、じゃあ私が後攻で、後攻で、じゃあ僕先行でいきますか、はい、はい、好きな時にじゃあ、うん、いいですか。悩まずに生きることさ、俺たちのこの奇跡、ハクナマタタ。あー、惜しいね。惜しい、はい、悩みあるだろう。私が行くわ。じゃあ行きますね。歌得意だから俺。ああ、確かに、うん、行きますよ。ハクナマタタ、ハクナこっちが前の頼むよ。悩まずに前の回。じゃあもう一回行くぜ、うん、
もういきますよ。なんやまずに生きることさ。あたたあくうな、あたたあく、はくはくなまたたのリズム聞いてました今。すげえ半端どっから入りましたね。よかったろ。いやもうよかった、声量はよかった。声量はどっちが勝ちか、コメントでいただこう。コメントでいただきましょう。うん、ね、どっちの白菜マタタの悩まずに生きるの、はい、どっちが悩んでなかったっ、どっちが悩んでなかったっけ、ちょっとぜひコメントでお願いします、はい、あとここのディズニーのここの歌で対決してほしいとかあったら、あーいいですね、うん、うん、やりたいです、やりたいです。まあ歌じゃなくてもね、うん、なんかそのセリフでもなんでもいい。はい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 、はい、というわけで皆さん今日も悩まずに行きましょう。行きましょう。また悩まずに。いや、ニーロンって気持ち悪いんだよな。